久保さんおはようござい,ますいますね、ちょっとあの、来週か、来週ちょっとね、アドバンスコースっていうね、僕ドリーアカデミーやってるんですけど、アドバンスコースを募集するんですけど、それの C を作ってて、そう。で、なんかあの、久保さんの動画終わってから、堀江さんのねあの、堀江さんも学校みたいなやってるんですけど、なんかそれの動画が出てきまして、 まあ、見てたんですけど <laughs>。まあ、あの、久保さんも、まあ、塾に入って、まあ、勉強して、今あると思うんですけど、もしあそこに入ってなかったら今ないと思うんですけど、なんか学び直しですよね。学び直しが僕は必要なんじゃないかなっていう。常識の書き換えも必要だし、学び直し。学んで常識を書き換えるっていうのは必要なんじゃないかなと思うんですよね。なんかやっぱ、堀江さんも言ってるんですけど、 まあ僕もそう感じるんですけど、やっぱその、今の教育は、やっぱ古いんですよね。いや、本当に今の時代に合ってないと僕は思います。まあ今、小学校僕行ってないんで、中学校とか行ってないから分かんないですけど、まあ今の本当にこの目まぐるしく早く変わる、例えばじゃあ、中学校の義務教育の中で暗号通貨の概念を授業の中で勉強するとかなくないですか あります多分ないんじゃないかなと思いますよね通貨の概念とかそれを義務教育で勉強するとか多分あんまないと思うんですよねうんだからビットコインは何なのかとか義務教育の中にないじゃないですかうんだからなんだろうなねブロックチェーンの話とかもね義務教育でない絶対ないだろうし <laughs> なんかその全部学び直しをしないと多分ダメだと思うんですよねうーんで まあそれは、じゃあ学校の教育制度を変える、学校の授業を変えるっていうのは、まあ正直不可能ではないけれども、相当難しいと思うんですよね。であるならば、自分が学び直しすればいいんじゃないかなと。学ぶ選択はできるわけじゃないですか。うん。だからまあ、今の、今までの常識、今までの教育では、今の現代を生き抜くっていうのは非常に困難であると。 であるならば今のこの世の中をね生き延びていく上でやっぱり学び直しが必要なんじゃないかなと思いますだからまあその学び直しが必要だと感じるからまあそっか塾にも入る人がいるだろうし、まあ、僕のねあの塾に入る人もいるわけなんですけどうんまあ誰から習ってもいいわけじゃないですか堀江さんのこのゼロ校に行ってもいいだろうしどこ行ってもいいと思うんですけどうん今選べますよね だから選んでしっかりと学べばいいと思うんですよ。うん、だそれすら選ばないんだったら、多分時代に淘汰されるよっていう話ですね。もう本当にもう、ね、コロナも出てだいぶ多分変わったと思うんですよ。てか、これで変わらないんだったら、これでなんか新しいことやらないといけないなとか、これじゃあまずいなって思わないんだったら、まずいですね <laughs>。逆に。 <laughs> うーん、もう本当に今後も、もうね、変わる変わってますからね、圧倒的に。うん、だからまあ、ね、メルペの話もありましたけども、うん、今、生き残れる会社っていうのは、どん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 時代に対応しようっつって、どんどん変化してるわけですよ、まあ、トヨタもかトヨタもね、これ、どうなるかわからないですけど、トヨタシティ今度、街作るみたいなね。 旗織なんか織物作ってた会社がいきなり車作り始めて車作ってたと思ったら今度街作るみたいなね <laughs> 富士山噴火したらどうすんねんみたいな話ですけども <laughs> ね富士山の下あたりで街作るのかな <laughs> まあまあとりあえずもう変化していくっていう会社じゃなかったらもうマジで終わりですねうんそう変化に挑戦する会社じゃなければ多分生き残っていけないと思いますう だからまあ飲食店やられてるね、この奥万長茶会食でも飲食店の話してましたけど、ん、飲食、これを機に飲食店を逆にやめて違うビジネスにこう取り組んで、この軌道修正するとか何かそういうのをしていかないと、まあ本当に難しいのかなと思いますね。うん。はい。ということで、学び直しですね。いってらっしゃい。